私はこのところの日本どうなってるんだという思いを強くしております。それは私以上に国民の今日お集めの皆さんの方が一体政治は何やってるんだ、これから日本はどうなるんだ、こういう危機感をまた不安をお持ちではないかなというふうに思います。それは私たちから言わせれば今目の前の民主党の政権がもうどうにもなんないじゃないか、このように言いますが、一方で合わせて私も含めて今日本の国がどうにもならなくなっていて、それはもともと正せば自民党が長い間政権を担ってきました。しかしその自民党の政治が、そしてその国家運営がうまくいかない、そして皆さんからの信頼をいただくことができない、それによって要するに長い間続けてきたやり方ではもうダメなんだ、世の中が変わり世界が変わり政治が変わらなければいけないのに、そのスピードが遅い、もしくは方向性が違ってる、こういうことで私たちは2年前の総選挙で大変なお叱りをいただいたんだと思っています。そして一方で、あのでは熱気は何だったのか、お金は増やしません、増税はいたしません、借金も増やしません、そしていろんなものはお配りします、国には無駄があるからその無駄を取り除けば予算を組み替えるだけでもっといい国が作れるんですと言ったあの話は全て絵に描いた文字であった。民主党のおっしゃってたことはほとんど全てが選挙用のものであって実現可能であるかどうかはよく検証せずに選挙に公約として出してしまった。そしてその公約は未だに変えることができません。根本的なところで変えることができません。したがって実現不可能な公約を持って政権を取った人たちがなんとかこの場を乗り切ろうとしているうちに何もできずに仕事が遅れ、しかも効果を発揮することができずに今この国は混乱状態から漂流状態になったの。もう漂ってるだけ、どこにいるかわからない、こういうことだと思います。でもそれはもう一回言いますけども、民主党だけが悪いんじゃないんです。そうではなくて日本の政治そのものが自民党も昔のやり方ではもうダメ、民主党がいくらダメだからって言ったって今じゃあもう一回昔の自民党のやり方に戻ってくれっていう人はほとんどいないはず。今必要なことは民主党が自分たちの言ってたことが実はできもしないことを言ってたんだということを反省をして彼らも変わらなければいけない、現実的な政策選択をしなければいけない。一方で自民党もこれは今までのダメなところは切り捨てて、しかしその党派を超えてこの国の運営には絶対必要なんだと、変えてはいけないんだと、こういうところは残しながら新しい今の時代にふさわしい政策をこの野党になった時をきっかけに打ち出さなければいけない。その時に一体国というのはどういう状態で存在するのかということを原点に戻る必要があるということになったわけです。そして国家の成立の基本、それは何かと言いますといろんなことがあります。しかし全て削ぎ落としていくと根本に必要なものは国家の形成の三要素と言われています。それはまず第一に国民の意識の統合、国民がいるということです。私たちはこの国の国民なんだと、日本人なんだと、その意識を統合するということです。そして国民のがいてそこに住む、そしてそこで活動する自分たちの国の領土を決めなければいけません。領土を保全するということです。国民がいてそこに住む領土が保全されてその場所に他国からの権利が入ってこない、侵害されない、国家主権を確立する、領土と国民と国家主権、この3つが確立されて初めて国家となる。
だからこれらのどれか一つをおろそかにするような国は他国から国家として見なされないし、信頼も集めなければ尊敬もされない。今日本の国が大いに揺らいでいるのは目の前で社会保障、医療や年金をどういうふうにこの時代に合わせて改善しなければいけないのか。子供たちの心が乱れている、教育制度がうまくいってない、いろんな問題があります。まちづくりも止まっちゃった。何よりも景気が動かない。それに加えて東日本の大震災、原子力事故、いろんなものが起きてしまってどうにもならない。だから一つ一つ手当てはしなきゃいけないんだけれども、まず国家の基本がおろそかになっている限り、どんなことをやったってうまくいきませんよ、私はそう思っています。しかも私たちは一人で生きているのはありません。そして日本は一国だけで生きているのでもありません。ですから自分たちの国をきちんと確立させるとともに、それは国際社会できちんと交わって私たちの交渉も言うべきことはいい、受け入れることは受け入れ、そしてまた負担すべきこと、我々が焦ったこと、お互い様、この当たり前のことを世界中に知らせていかなければいけない。その時にふっと気がついたら、この私たちの国の基本である領土について極めておろそかに、またうやむやな状態で今大変な事態が起きている。まず日本には領土問題2つでございます。この国の領土でありながら他国に不法占拠されている場所は2カ所です。北方領土と竹島です。北方領土は昨年大統領が、ロシアの大統領が初めて、戦後初めてこの上陸をすることになりました。そしてこの8月末には野田政権ができる直前には、これもまた戦後に初めてでございますが、ロシアの戦略爆撃機が日本の日本国を一周半しました。初めてなんです。我が物顔で北方領土、今までだって不法占拠してたけども、いろんな交渉をしながらできるだけ自制をして、日本との領土交渉がまとまらなければ国交正常化ができないんだということでやってきた。しかしこの2年間で平然と大統領、今まで足を踏み入れたことのない大統領も行き、大臣たちがどんどん行き、新たに北方領土の開発計画が始まり、そこには中国とロシアの資本を受け入れる、これも初めてのことでございます。大規模な軍事演習が9月に行われました。1万人以上の兵隊が出かけてきて、日本の領土である島の先で平然と訓練をやり、もう今ロシアの外務大臣は日本と領土交渉する必要なし、こういうことまで言うようになりました。あのこの北方領土は第二次世界大戦の結果日本が払った代償であり、私たちが戦争で得た成果、これしかないんだという話を言うようになりました。そして中国はもうご案内のように尖閣諸島を勝手に自分たちのものだと言い、それを主張するだけでなくて、去年はこの尖閣諸島の領海に入ってきて漁船が日本の海の中で不法に操業しました。領海侵犯をして、そして網を下ろして不法操業したから、それを閉じ込ろうとした海上保安庁の巡視船に、これまた命令に従わないどころかぶつけてきた。2つの罪を堂々と犯しながらそれを逮捕し、そしてこの日本の法律に基づいて裁こうとしたところに中国の圧力がかかってきて、私たちは申し訳ございませんでした。中国は我が中国人民に何をするんだ。中国はまず海上保安庁の船が中国の漁船にぶつかってきたんだ、こういうことをインターネットを使って地図、あのイラストまで作って日本はひどい国だって出しました。にもかかわらず我々は証拠のビデオも見せなくて、
それで中国からプレッシャーがかかられて、人質のごとく藤田の社員が拘束され、そしてあのハイブリッドカーに必要な磁石に必要な希少金属を輸出を止めるぞと言われて、何したんですか。申し訳ございませんでした、どうぞお帰りくださいって言って、夜中の1時に飛行機は、日本政府が用意した飛行機ですよ、定期便なんかありませんから、飛行機用意してあげて飛行機代も取らずにお帰りいただいた。そして韓国は竹島において好き放題、尖閣諸島は日本の領土であって、日中の間に領土紛争はございません。しかしこの中国が領土的野心を持って尖閣諸島に圧力をかけてきているのは事実。中国の法律では1992年にすでにもうこの島は中国のものなんだと勝手に法律を作って、中国から言わせればあの島は中国のものなのに日本が押さえているんだ、こういう理屈を言い放ちします。それに対してロシアに対して、中国に対して、韓国に対して、我が国の領土と国家主権が侵されている状態なのに、それを何も具体的な抗議もできなければ、対処策も打てずに、なんとか穏便に、まあ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 と言いながら済まそうとしている日本。これは、今私が申し上げている戦後初めてのこと、事態がいつも動いてますけども、これは全て、この2年間の間のことなんです。どっちのせいにするつもりはありませんが、現実として、ここまで、この北方領土や竹島の問題や尖閣の問題が、こんなふうに露骨に日本にとって不利に、また相手の国が好き放題に動くようになってしまったのは、この2年間の政権交代以降のことなんです。だから、今までは自民党時代には何とか収めていた。竹島の問題は棚上げして、きちんと話し合いをするまではお互いに手をつけないでおこう。尖閣諸島は、なるべくこれまた触らないようにして、お互いの摩擦にならないようにしよう。鄧小平が来て日本に言ってきた言葉です。そのままずっとうやむやにしてきました。それは、それが結果、うやむやにしてきたから、今こんな問題が起きているという意味では、自民党の責任です。しかし、戦争が起きて、両国間に感情的な対立があって、理屈では語れない状態で交渉ができなかったことも事実。だから、私はそれは当時のお互いの国の知恵だったと思っています。その棚上げのテーブルの下に置いてた問題が解決しないと、今度は国をうまく運営できない、外交的な能力のない人たちが政権を取ったときに、ここまで日本の国は押し込められちゃうんだっていうのを示しているのが、今の領土問題の状態なんです。そしてそれは、後でお話ししますけれども、この北方領土をどうするか、竹島をどうするか、そして尖閣諸島をどう取り扱うのか、ここにとどまらないってことです。日本が言ってることは、強く出れば彼らは引く。圧力を加えれば日本は謝る。言ってる主張は力によって彼らは曲げる。そういう国家の基本である領土問題に対してのこのスタンスが、経済交渉や CO2 の交渉や農業の交渉や国際会議での日本の信頼と尊敬が一挙に崩れていって、今日本は世界から相手にされていない。国際会議で言っても日本の考えはどうなの、誰も聞かれない。実はあんまり新聞出ませんけども、 G8 の会合に出かけてって、日本の財務大臣が日本の経済政策をぶち上げても質問者ゼロですから。割当ての時間に日本の大臣がしゃべる、その後はただずっと座ってるだけ。そして各国の大臣同士が盛んに議論してるときに日本に声を出てくれる国はゼロ。これが現状です。ですから
私はもう一回この国の領土っていうのは問題がどうなってるのか、どこに問題があって、どう解決しなければいけないのかってことを、これは皆さんにも知ってもらわなければならない。この中には、これは私の先輩にあたる方々もたくさんいらっしゃいますから、ご存知だとは思いますが、しかし、少なくとも今の教科書しか見たことない人たちは何もわからないと思いますよ。なぜならば、北方領土がどうして日本固有のものであるかということは教科書に書いてありません。固有の領土と書いてあるわけです。竹島はもともとから日本のものなんだと言っておりますが、日本の教科書に、検定合格した日本の教科歴史の教科書に書いてあるのは、竹島は歴史的にも法律的にも日本の固有の領土です。しかし領有権をめぐって、韓国との争いがあります。こう書いてあります。一体何の理由で歴史的、法的に我が国の領土なのか。一行も書いてあります。だから分かりません。尖閣諸島もしかし。かつ、いいですか。日本の領土問題を扱う、それでは大臣は誰なんでしょうか。領土問題を専門に研究して国民に啓発する、その役所はどこにあるんでしょうか。ございません。財務省だろうってお考えになる方いるかもしれませんが、それは外交問題に発展していくときに外務省が出てくるだけで、尖閣諸島の問題でこの揉め事が起これば外務省がやります。でも尖閣諸島がどうして日本のものなのか、その歴史的な研究をせよというのは外務省の所管外です。子供たちにその教科書の内容にきちんとした付属本を作って、尖閣諸島はこうなんだってことを提供する役所はどこかというと、どこにもありません。竹島問題を担当するのは、これまた外務省がやってますが、これは竹島問題は北東アジア化の外交問題の一つとして取り扱われているだけで、なぜ日本の領土なのかということを研究啓発として、そして、皆様方にお知らせする役目は外務省を持っておりません。唯一北方領土だけが内閣府に北方対策室というのを設けて、それは担当の大臣がいて役所があります。だから我らが北方領土とか皆さんご覧だったかもしれませんが、北方領土のことだけはそういった歴史的な経緯を記したものが国民に配られることはありますが、しかしそれもほとんど耳に入る。国会には領土問題を議論する委員会どこにもありません。漁業問題になれば農業農水委員会でやります。外交摩擦になれば、外交委員会でやります。北方領土は沖縄北方問題特別委員会というのがございます。そう考えていると、実は私たちも含めてですよ、今まで日本の政府は領土問題をうやむやにせざるを得なかった。そして今度の民主党政府は全く取り扱いが分からなくて、デタラメな状態にするところに相手にまんまとつけ込まれている。こういうことによって日本の国力そのものが疑われちゃったということになる。でそこで私がね、どうして竹島の問題で移り置きに行くのか、この話少ししたいと思います。私が自分で大事だと思ってやってることは、今まで話したことなんです。一つの領土を取るか取らないかとか、交渉をうまくいかせるかいかせないかとか、日本全体としてこの国をいい方向に強い国力を保つためには、この領土問題をおろそかにしたら何やったってダメなんです。ここの基本を置いといて、さあこっちの問題だけ金儲けの話だけよくしましょうねって言ったってダメ。いくら仲良くあなたたちとは友好国だって言ったって、握手してたって、ニコニコ抱き合ったって、竹島って言ったら急に殴り合いになるんだ。一挙に壊れちゃう。仮初めの関係をいくらやった、作ったって、いざという時に本当の信頼がないならば、それは友好国にはならない。この国のためにはならない。こういうことだと思うんです。それで、なぜ私が竹島にね行こうとしたかというのは、
ここのところで、この、あ、そうです、あの、違うもこれ、どちらのゲートですね。4枚目にありますね。あ、これから出すパネルは全部資料ここになりますから、どちらでも結構です。あの、寂しさに対する工事が止まらなくなった。もう、今、このヘリポートの改修工事です。30年前にヘリポートを作られてしまいましたが、日本が猛抗議をして、もうこういうの竹島触るなと。お互いには話し合いついてないんだから、勝手な施設を作っちゃいけないぞっていうのをずっと我々やってきました。結果としてこれ10年以上何も触ってません。ヘリポートは30年前に作ったっきり、あの、手が出せない状態だったんです。その工事が、なんと、東日本の大震災が起きた3月11日の数日後に着工されました。この工事が発表されたのは2年前です。私の外務委員会安全保障委員会で大臣や総理大臣にこれをやめさせろと、終止撤回させろということをずっと国会に言ってきました。そしてその模様は韓国のインターネットを通じて韓国の人たちも全部見てます。日本でこの工事をやった時には大きな問題になるかもしれんということで止めていた工事が、なんと3月11日の地震の直後に我が国の混乱と弱体化を見過したかのように工事が始まってもう完成してしまいました。皆さん知ってますか？知らないと思いますよ。政府が発表してないですから、ね、そしてその4月には今度、竹島の沖合の1キロ先に15階建て相当のこのビルより大きな海洋科学基地を作るという、これも着工されました。今韓国の本土で組み立てが始まっています。竹島の後で話しますけども、小さな竹島のその今の面積をはるかに超える巨大な構築物が日本の領海に建てられて、その工事が発注されてるんです。皆さんご存知です。そしてその後に、今度、今の桟橋は、非常に竹島の周り海が荒くて、船が行っても、ちょっと波が荒いと寄りつけない。そして実際には20分ぐらいしか島に入れない。そういう状態なんですが、300メーターの大桟橋を作り、これももう予算化されて、これから、これの次に工事が始まります。で、実は、昨日発表されましたが、この竹島に新たに、また新しい管理施設ができて、観光客が行った時のお世話をする。そういった建物が作るということが発表されました。皆さんご存知ですか？誰も知らないと思います。なぜなら、その情報は、韓国の、韓国の新聞で韓国本土にしか出してないから。今日私は念のためにチェックさせましたけれども、韓国の新聞も日本語で、毎日新聞と同じように連合ニュースとか朝鮮日報とかって、日本語に翻訳した韓国の新聞記事出てるんですよ。なぜか、一緒も書いてる。でも、新しいビルが建てる計画が一昨日決まったってことが韓国の国内報道で出てる。しかし日本は全く反応してない。国民は知らないし、外務省は知らないわけではないけども、記者発表しないから。そして一番左下にあるのは、あれは去年の5月から着工されて今年の春に完成してしまいました。東大森の老夫婦が住む、二人の夫婦が住むための宿舎なんですけども、3倍規模で、もっとたくさんの人がいられるような規模で、去年から工事がずっとやっていたのに、私らも延々とこれを、委員会でも追及し、そして自民党の中でも会議をやって、こういう事実を私は何回も説明してますけども、残念ながら政府は、こういう私たちのこの質問に対して、報道等は承知しております。しかし、この問題で韓国側に抗議したかどうか、
それは個別具体的なことなので、外交の個別具体的な案件については、お答えを差し控えしていただきます。類似適切な措置を行っています。これしか言わない。そして、この竹島が、韓国によって不法に占拠されているかということについての、再三の、この問い合わせ、問いかけに対して、総理大臣も、外務大臣も、竹島は日本の固有の領土でございます。しかし、有効、実効支配に立っておりません。それしか言いません。私は、だから日本の領土だということを認識してるのは分かったと。不法占拠なんかどうなったの？その言葉を私どもは使いません。民主党政権は使いません。でも、外務省のホームページの竹島の欄の、開けるとすぐ分かりますが、それは、竹島は韓国によって不法占拠されてるって書いてあるんです。閣議決定して、この島は日本のものなんだな、韓国によって軍事不法占拠されてると。国が閣議決定までして決めてるのに、今の政権は不法占拠という言葉を言わない。それはどういうメッセージになるんでしょうか。これだけの工事が起きて、傍若無人にやってるにもかかわらず、不法占拠でもない。しかも、今度の東日本大震災が起きて以降、5ヶ月間で6人の大臣が上陸をして、いろんな式典をやっています。7人の国会議員が勝手に上陸しました。さらには、戦争が終わって初めて、領土紛争の実情を見るということで、我が国の北方領土に、韓国の国会議員が3人、不法入国いたしました。ロシア外務省の特別の許可を受けて、韓国の国会の経費を持って、国同士の話し合いによって、北方領土に韓国の国会議員が入籍したんです。その時、まさにそれをやっている時に、韓国の大統領が、今年の5月のことですが、韓国の大統領、日本に来てましたね。そして中国の、首相と、韓国の大統領と日本の菅さんが、東北の被災地巡って、共に、それは韓国の人はたくさんの支援くれましたよ。中国の人たちもたくさんの善意をいただきました。だからそれはそれで私たちは感謝をします。でも、この、韓国の大統領が日本に来て日本の首相と話してるときに、我が国の領土に、しかも他国と係争するところに、平然と韓国の国家機関、国家議員が入っていったんです。その時に、韓総理は一言もそのことを話題にしないんです。外務大臣も何も具体的なことをいたしませんでした。だから韓国は日本は分かっていると。今度の政権は韓国に対して反省し謝罪の気持ちを持っているんだ。だから竹島の問題は追及してこないんだ。国民にも知らせないし。そういう状態が起きているというのも皆さんはご存知ですかと。新聞も、ね、書きようがない。政府が発表している。そして、これだけのことが起きている6月に、実は、その後8月の15日に、今度は韓国の国会を竹島で開くということが発表された。今までの話は全部事後、もうことが起きてから発表されて我々が知って何やってんだこれを止めろということでした。しかし6月の中旬の時点で8月にこの15日の日に日本にとって特別な日です。この日に韓国の国会をこの島で開いて閣僚と国会議員が出かけていって島で会議をする。国権の最高機関である国会が開かれるとか国そのものが乗り移ることですから我が国に対して。そうかと。そこまで傍若無人な振る舞いをするならばなぜあなたたちがそこまで竹島を自分たちのものだと思えるのか、歴史的な根拠を見せてくれる。私に教えてくれる。それは言葉だけではなくて、現実に見ようじゃないか。竹島の歴史的なこの展示物だとか、竹島の資料は韓国で一箇所だけ集約されています。それが宇都領島にある、彼らが独特と呼んでいる博物館なんです。で、私が、この宇都領島に行こうというのは宇都領島にのみ
竹島の資料が出てきちゃったんですよ。だからそれを、ね、見ようってんで、これ言ったらここは金庫空港ですけど、とにかく、竹島の領有権を主張する日本人、韓国が言ってることと違うことを主張する日本人は、入れるわけにはいかない。こいつら悪いやつだと言って、私が発表したのは、ですから、3週間ぐらい前です。以来、毎日、ソウルの日本大使館の前で、デモが起き、そして当日、行く直前にはですよ、大統領が、私の名前を名指して、ね、新藤義孝、それから、平田智美、佐藤正久、そしてもう一人、平沢和と、4人で行く予定になってましたから、でこの議員が来ても、入国させられないから、来ないようにっていうのを、大統領が声明出した。だけども、日本と韓国は友好国で、ビザいらないんですよ、短期の滞在から。そして私は観光客と同じように、島を見に行くだけなんですから。そして博物館を見学に行くだけなんですから。私を止める理由なんか何もありません。にもかかわらず韓国側は、大統領が来るなという声明が出した。だけど、ね、私が入国禁止措置を受けるのは、入国手続きをしたときに初めて発生する。行くぞ行くぞと言い、来るな来るなと言ったって。私が実際に韓国に行って空港で、この入国管理事務所に手続きをしなければ、入国措置にならないんです。その時に彼らがどうするかなんですか。私は途中でやめるわけじゃない。しかも、その脅かしにくした形で、この、ただ見に行くだけの極めて普通の行為ですよ。私が辞める理由なんか何一つないじゃないですか。そして、金浦空港でこういうことが起きて、行ったら500人で、デモやった。で、翌日今度は島でフェリーで渡るもんですから、港のところに1000人も集まっちゃって、明日来たらこっち見てやろうって、大暴れしちゃって。私らの写真をですよ、こんな風に垂れ幕作って、で、これ燃やしてるんですよ。そこで燃え尽くしたっていうのは稲田君に。で、手前にあるのは、佐藤正久。それヒゲが似合ってね、炎によく燃えたことがあるんです。その後私がやられるんですけど、まあ不幸なのは、稲田さんの向こう側に平沢達也の顔もあるんですよ。でも平沢さんが3日前に突然別の予定が入っちゃってキャンセルしちゃったんで行かないんです。行かないにもかかわらず顔が燃やされるというね、まあ不幸なことがございましたが、いずれにしてもこんな大騒ぎになっちゃって、で看護犬ですよ、私の顔写真貼り付けて、こういう悪いやつが来たらこう思ってやる。なんてんで韓国はそのなんでダメなんだって言ったら、竹島は日本領土だという主張している議員が入ってくる頃消したで、私はこの感じ、空港で、別室に連れてかれて、それで、あなたたちを入国するさせることはできませんと言われたから、ね。だから私はお尋ねしたんです。何の理由で、私を禁止する、入国禁止するんですか。そしたらば、その係、今所長が言うには、あなたたちの身が、安全が図られない。心配です。あなたたちのお体が心配なんです。それから、あなたたちの今回の入国は、日韓の、良好な関係に資することがないと判断します。体が心配で、しかもいいことがないと思うって言うんです。で、じゃあ、そういう理由で、この入国を禁止できる法律は何なんですかって聞きました。そしたらば、韓国の出入国管理法の11条1項第3号というんですけども、これは、韓国の公共の安全を害するもの。テロリストや暴力活動を行おうとするものを入国禁止することができる。私はただ見に行くだけで。何するわけじゃない。デモするわけじゃない。何する。私の身を危険にさらしているのは、韓国人たちがデモをやっている。韓国人のデモを対応全然制圧しないで、来た人間、あんたたちがそんなこと言うからダメなんだと言って、私の入国禁止措置でした。これは大韓民国建国以来、始まって、第1号の法律的だ。私はテロ行為も暴力行為も何もやってないぞと。その法律を適用するのはおかしいじゃないか、どういう理由なんだ説明してくれと言って9時間。一言も言い返せない。あんたじゃわかんないから大臣に行けと、法務省に行けと、外国通信部に行けと。韓国政府は未だに、何の回答もできない。できるわけありません。だって法的根拠ないですから。そういう状態で、ね、起きてしまった。まあ、要するに嫌だから、この人が来ると困るからって言えなかっただけ。これは
独裁国家でしかできないこと、それから法律に基づく法治国家であってはならないこと、そこまでして韓国の人たちは竹島のことを触れられるのが嫌がってる。おかしいでしょ。じゃああなたたちがそこまで言うならば、どうしてその竹島は韓国のものなんですかってことになる。これ私が確かめようと思ったのは、ね、もう時間あったんで全部分かってるんですけど、自分の目で見たかったんですよ。これがね、竹島の、韓国側が主張する領有権の基礎となる、まあ、最も代表的な図面なんです。これが竹島の博物館に、大きなのが飾ってあります。でこれ見てください。ここに鬱陵塔ってのがあります。この鬱陵塔が私が今回行こうとしたところ、ね、でこのいいですか、竹島は韓国の本土から140キロ先に鬱陵塔があって、その先から87キロ先に竹島がある。韓国の本土から140キロ先に鬱陵塔があって、その先にある竹島が、ね、昔の1500年前の図面で竹島は武山島って呼んでいたんです。ここの鬱陵塔の手前に同じような大きさで一つありますね、武山島。この島が韓国が曰くは昔の竹島なんだと。昔から我々が支配してたんだ、証拠だって言ってる。これ朝鮮の支配する区域を示したこれ図面なんです。でも皆さん、もう明快じゃないですか。なんでその鬱陵島の日本側になきゃいけない島が手前になって、これどうせ竹島って言えんだと。しかもいいですか、竹島っていうのは日比谷公園と同じ大きさしかないんですよ。川口の駅前の公園と同じくらいの大きさしかないの。ね、鬱陵島は実は世田谷区より大きい、川口博多を合わせたよりも大きい。世田谷区より大きな鬱陵島と日比谷公園の大きさしかない島が同じような大きさで、しかも竹島っていうのは二つに分かれてるんですよ、東と西に。これ一つの島じゃない。これをしてなんで自分たちの島は昔から自分たちのものだって言えるんですかってことなんですん。でこれが実は前々からこれのもっとでかい、これをわざわざパネルにしてそのドクター博物館の真ん前にですね飾ってあったんです。私は平成19年頃なんですけど、この問題を取り上げてもう前からやってるんです。私ね、おかしいと思ってるから。平成19年頃だったと思いますが、これおかしいじゃないかと、韓国に聞いてみろと、なんでこの南東が竹島なんだということを聞くべきだっていうのを政府に言いました。いろんなルートで聞いてきて、その時の答えはね、この武山島が鬱陵島の手前にあるのは韓国の領有意識の強さを表したものである。ふざけるなと私は思いましたよ。でも結果的にその大きなパネルは3、4ヶ月後に撤去されちゃって今はないんです。でも元の図面は変わりようないから未だに飾ってる。歴史的根拠なし。一方で、日本は徳川家康の頃に、もうすでに江戸幕府がこの竹島で漁をしてよいと。それは竹島ではなくて、鬱陵島で漁をするための中継基地として竹島が使われていて、1600年代から、この竹島の詳細な二つの島に分かれてこういう状態になってますという絵図面があり、しかも幕府から許可を得て、鳥取や島根の漁師たちが、出かけてっていうのが、すべて書類で残ってるんです。歴史的に、朝鮮側が竹島を使った事実は一度もないし、しかもこの頃から1500年くらいから400年間にわたって鬱陵島そのものも空島政策といって、あの島に渡ってはいけない、だから鬱陵島にすら時の朝鮮の人たちは行ってないんですよ。島は空っぽだったんです。そこに日本の漁師たちが出かけてって漁をやってたんです。その手前の中継基地が竹島なんです。これはどこの教科書にも書いてないと思います。多分皆さんもそれを知っている人はかなり詳しい。歴史的な根拠はですからありません。どんなにこのでもいろんなものそれぞれあるんですけども、もう全ての学者の研究で何一つ実は韓国側が日本側がなるほどね、それはあなたの言うことも一理ありますねっていうことが
一つもないんです。しかし韓国側はこういう、ね、ありもしない島を、しかもこんなインチな図面をですよ、これを竹島は昔から証拠だとかなんか、いくらでも彼らはデタラメな主張してますが、全て日本の学者に論破されちゃった。これが歴史的な事実。そして合わせてですよ、これこそが、これこそがですね、もう基本なんですけど、今の日本が、日本というのが決まったのが、一体いつかと。私たちは2000年以上にわたって、それは日本として、島、この国をずっと守ってきて、運営してきました。でも、実は一番新しい日本が確定したのは、昭和27年です。60年前です。そうでしょうか。戦争をやって、そして敗戦となり、アメリカとの連合国に占領されて、日本の国旗も上げられない。国家も歌わない。天皇陛下が全国巡業したって、誰一人日の丸なんか振ってませんよ。昭和20のアメリカ軍が占領された時代。国家を奪われ、国境を奪われ、国を奪われていた日本があって、そして苦難の果てに27年に独立をした。その時に確定したのが日本の領土です。これ、その前の昭和21年の時点のマッカーサーによる暫定行政区域の設定。これ通称マッカーサーラインと呼びしていますけど、マッカーサーラインは漁業権の設定であって、暫定行政区域の設定というのはこれ別途あるんです。これご覧になると、まあこれは手元の資料で見てください。この7四角の台、台形になっている部分が、マッカーサーが支配する日本です。これにはちょうどこのおへそのようにくぼんでいて、ここは竹島なんです。竹島はサウス攻略地域です。マッカーサーが支配するサウス攻略です。韓国側が主張する法律上の権限、それはマッカーサーが支配した日本、占領地の日本には竹島が含まれてないじゃないかという、ね。だけども、見てください。マッカーサーは暫定的に行政区域を設定し、その定めた文書の中には、この指令は日本の主権回復後の独立した領土を示すものではない。あくまで暫定的な領土であるというのが明記されていて、しかも奄美と沖縄も外されている。伊予島を含む小笠原諸島も外されている。これからすれば沖縄のものではない。マッカーサーが明記的に自分たちが支配するところはどこだというのを定めただけ。そして27年のというのも本当は26年の今から60年前の今年の9月にサンフランシスコ平和条約というのは署名がされていて、その時に決まった日本の国境線は、竹島は日本のもの、そして琉球、奄美もこれいずれ帰ってきますか、日本のもの、そして小笠原もそうですし、千島列島は樺太が放棄する。そして千島はこの択捉島の先でウルップのところで線を見る。この線は日本がかつての江戸幕府がロシアと結んだ時も、この国境線より手前に日本以外の国がなかったと定められたことはないんです。カラスの割譲があったり何かしましたが、この千島列島というのは江戸六島から先のことを言うのであって、これが国際社会が認めた日本なんです。その原点はこのサンフランシスコ講和条約というのは、日本が戦争によって拡張した領土は全て放棄する。一方で、戦争に勝った連合国も、戦争によって新たに領土を得ることはしない。戦った方、勝っても負けても、元の土地に戻ろう。これがサンフランシスコ平和条約です。日本の固有の領土として認められたのは、北方領土であり、竹島であり、そして琉球、沖縄、尖閣まで含める、小笠原も含める、これが日本の固有の領土というのを、これをサンフランシスコ講和条約で、世界中当時は49カ国ですけども、その後みんながそれに参加してきましたから。国連、国際社会が認めた日本の領土なんです。これが何でもない事実。そして、ご丁寧にその資料に書いてあるけども、韓国は、この、竹島が、韓国側にないのはおかしいと、マッカーサーは竹島を
教会に証明してます。ですからその前ですよ、まずここに書いてありますけど、7月に韓国の大使が、アメリカにいる韓国大使がアメリカの政府に対して、竹島は韓国のものなんだからこの線を変えるべきだということを文書で出して、それに対してアメリカの国務次官が、次官補が、竹島はここに書いてある、あと読んでください。竹島はかつて朝鮮として使われたことは決してなく、今日本の島根県の管轄下にあるということで、明確にアメリカ政府、連合国の立場を文書で韓国に戻したんです。それが8月です。そして9月には、この状態で、このラインで署名されてしまいました。ので、このまま4月の28日に行って、なって、年が明けて4月28日になると、吉田茂がサンフランシスコで署名するわけですが、その時に、これ国際社会がそれを批准してしまうことになる。だから、この27年の4月28日になったら、もう手も足も出なくなっちゃうので、手前の年明けの1月18日に、理想があって、勝手に線を引いて、こっから先はもう入っちゃダメだと、これが韓国のもんだと言って、不法に選挙する。で、この後、2、3年して、この海洋警察を置いて、日本の海上保安庁の出かけの船に、それから竹島の大きな人たちが漁を再開で行ったところを銃撃を加えて近づけないんです。そのまま以来不法占拠です。竹島を韓国のものだということを認める法律にサインした国は世界中で一つもありません。日本が竹島日本のものであるということは、もう60年前に国際社会に復帰するときに国際社会が認めた。ただ中国は参加してません。ソ連も参加してません。なぜならソ連は軍事法を占拠しているから。同じ理由で、これは日本とロシアの間で、ここ以外に国境線引かれたことないんですよ。第二次世界大戦は領土拡張の戦いであってはならない。全ての国が自分の国に戻れるということで定めたの。これに明確にソ連は違反をし、しかも勝手に不可侵条約を破って、中立条約を破って乗り込んできたんですから、日本がもう軍事的にもう戦争をやめると言って、武装解除した後に無抵抗の状態でもってやってきたんですから。そして日本人を蹂躙し、不法占拠したんですから。これ我々黙ってられるんですか。だから、ロシアと間でずっと60年、交渉をずっと進めてきてる。しかし、竹島も同じことなんです。しかもですよ、これは我々の大いなる反省なんですが、実はこの図面は日本政府は持っておりません。文書ではありますが、図面にしてないんです。私が作ったんです。日本で第一号。僕はこれ、やがて国会で、こういう図面をきちんと整理しようって言おうと思ってますが、この状態を韓国の人たちも、こんなことまで、詳しいことまで知ってきた僕は、普通の人たちはみんな盲目的に信じさせられてるだけだ。韓国の人に聞いてみるといいですよ。どうして竹島は韓国のものなんですか。それは、竹島のドクトは韓国のものなんだ。なんでですかって言うと、いや、そうに決まってる。だからなんでなんて生まれたことから聞いてる。みんなが歌ってる。それだけですよ。歴史的な根拠を言える人なんか一人もいない。しかも法律上の問題なんか誰も知ってても、知らない人も多い。しかも、それは知識層は分かってる。しかし、それは、すべて、問題にしない。だから、実は、竹島問題は日本と韓国で、一度も正式に話されたことが、1965年以降ございません。話をすれば、必ず、私たちが今言ってることは、もう全部、言うことになります。それに対して、韓国側は、言い返せないと思います。で、もし、お互いの解釈が違うならば、国際司法裁判所に行って、決着つけるじゃないですか。日本は正式にの申し入れます。いや、決着つかないなら、その ICJ って言うんですけども、国際司法裁判所に行け。こういうふうにおっしゃる方いるんですが、国際司法裁判所というのは、紛争国の当事者同士が了解しないと裁判にならないんです。
日本が政府としても韓国が領土問題はない、もともとから韓国のものなんだ、だから私は裁判にはしたくありませんって言われると、それで門前払いで終わりなんです。そして日本は韓国とこの竹島の問題だけでいがみ合って喧嘩しててもしょうがないから、これは置いといて将来の解決するもの紛争として置いといて、そして経済交流をしよう、人的交流をしよう。しかし文化交流さで日本語の歌も漫画もちょっと前まで禁止されてたんですよ。それがこのところ で韓国の歌謡曲が日本にガンガン来て、そして日本のタレントたちがあっち行って漫画をみんなが韓国人たちが見て仲良くなって、いいことだと思います。でも大元のこの問題をうやむやにしてるから、私がただ韓国側の主張を言ってくれと、私は別にあっち行って言い任すつもりで別に喧嘩したりあそこで労働するために行くんじゃなくて、領土問題は政府と政府しかできないんですから、私たち国会議員は日本政府に対して何やってんだと言うけども、韓国政府に何やってんだという権利はありません、日本の国会議員は。ですから私が行くのは粛々と国内の視察、韓国内の視察をするだけなんですから、にもかかわらずもう来られたら大変だってなってしまうのはよっぽど嫌なのか弱みがあるのか。ただ今まで日本はそういう行動をしてこなかった。我々も自民党時代はやらなかった。なぜならば、こんなこと、私たちがそんなことしなくったって、韓国に竹島触らせなかったから。何がやろうと思えば、猛然と抗議して、皆さんはよくご存じないと思いますが、私が自分で財務省に行ったり、なんかやった時も、島の周りで海流調査をやろうとして、韓国の調査船が竹島の周辺に入ってきた時も、日本は海上保安庁の船を出して押し出しています。そして、韓国が調査なら日本も調査するぞって言っても、激突寸前まで、実は私たちはやってます。小泉内閣の時です。しかし、これは大臣同士、外務省の事務次官同士が話として、そういった摩擦を起こすのはやめよう。共同調査として海洋調査やりましょう。いまだに海洋調査を毎年やってるんです。ですから、日本が毅然とした対応を取らない、もう一番象徴的なのはこの竹島問題になっちゃっていて、私はこれ以上、今度は8月15日に私たちの島に行って、この声明を出したらですよ、国会が大臣や閣僚たちがこの見逃しに行くならば、それを、そこまでの根拠を示せと、私は見に行くしかなかったんです。結果として、8月の1日僕は入域できませんでしたが、以降、竹島に対して上陸した国会議員大臣はゼロです。今、もし竹島にまた誰かが行こうということになれば、私はその根拠を示す。もう一回行かないのか。そういう状態で野党議員がやるしかない状態だということ、国民の皆さんには、ぜひね、ここは分かっていただきたい。まあ、こういうところなんです。まあ、時間が、今日は、もう、4時ね。はい。ですから、まあ、これと同じことが、尖閣諸島にもございます。あとは、まあ、これで、だから、結構貴重な資料なんですね。しかもこれ、私が自分で作ってるから、だけど、これはみんなに知ってもらいたいと思うからね。まあ、解説しないとわからないと思いますが、お手元に配った資料は、全部私が自分で手作りで、いろいろあちこちからですね、インターネットで調べて、資料を持ってきたり、まあ、学者の人とですね、相談しながら作ったりしたものでございますけれども、まあ、ぜひですね、こういう日本のこの領土問題をおろそかにするということが、何か領土問題を触るとか、日本がどうのこうのとかというと、右翼だとかね、そのなんか思想的に偏った人たちがやってるんじゃないかっていう人がいると思います。で、何もね、そんなに韓国をばっかりね、抜け出させて、騒ぎ起こさなくたっていいんじゃないのっていう方もいるんですけども、ね。だけども、こういう、韓国のいろんな求めに応じて、日本が何やってますか。この間も野田さんが初めて行って、この、何兆円ものお金をですね、支援してあげるという約束をしてきちゃいましたね。そして、だけど、これだけの今、工事がやってるんですよ、竹島の問題。だけど、野田さんはついに一言も話しなかった。竹島ウルが領土の義務にもあるんだ。でも、日本の新聞にはそうしか書いてないけれども、韓国側の新聞を調べると、韓国の大統領は、日韓のこの
摩擦がある。お互いのこの両国には懸案がある。で、この歴史問題については、野田さんがもっと積極的に努力して解決するように頑張ってください。期待するということです。それは、物流党を訪問しようとする自民党の議員がいたり、竹島問題でね、騒ごうとする人がいるな。それは国内のことは野田さんが抑えてねって、大統領から逆に言わせてるんですよ。それに対して日本の首相は、一言も言い返しない。こんなんあっても乗り越えられると信じております。一体、この国をどうするつもりなの？個人のことを言ったり、私が自民党だから、今の政府の人たちを批判するんではなくて、何党でも関係ないんです。日本国として、日本の国民の代表である政府は一体今、どんなことをやってるんですか？しかしそれもですよ。今私だって、これだけの負けすぎで言ってますけども、実際に相手の大臣や、外交の交渉の時にこんな話し方はしませんよ。しかし、こういうことを根っこにあって、いかに韓国側と交渉しながら、ね、交渉のテーブルに乗せて、白黒つけるようにするかっていうのを延々やってきた我々とすれば、今の人たちは、どういうふうに喋っていいかわからない。何を持ち出したらいいかわからない状態で、好き放題相手にやられちゃった。中国も韓国もロシアも、周りの国も全部しかりなんです。その状態で、いくら外国経済交渉しようって言ったって、もう日本は、よその国に配るお金がなくなっちゃった。そうでしょ。そして、日本はもっと市場を広げたいって言ったって、きちんと尊敬される形で、日本の立場や、日本の要求も飲みながら、俺たちの要求も飲んでくれって交渉ができればいいよ。今の日本は、強く出ればあの人たちは言い返せないでしょ。力使えば引き下がっちゃう人たちでしょって思われてる日本で。何の交渉をうまくまとめるんですか？ TPP の話もそう。全く意味がない。こういうことが実は、この国家の基本問題に、ここに世界的にメッセージを出しちゃってるんだと。こういうことになってます。で、まあ、前回のことも、なんかなっちゃいますから、言いませんけど、ね、これ、尖閣諸島が、4つの島と、岩でもね、8つの、すべてね、島と岩になってるんですけど、黄色くなってるところは、国が借り上げております。この借り上げてるところで、年間で、約2500万の国税、国費が使われています。10年間で2億5000万のお金が、この尖閣諸島に投下されているんですが、誰一人上陸していません。民間の地主がいますが、政府が借り上げていますが、何一つ使っていません。無人島のものです。いくら日本が日本のものだと言ったって、中国側は、日本は何も使ってないじゃないですか。中国は昔から日本のものさん、中国のものだって言っているけども、彼らが中国のものだと言い出したのは、昭和40年ちょっと前に、40年過ぎたあたりですよ。国連が調査やって、この島の周りに大規模な油田があるという国連の経済報告書が出ました。報告書の出た翌年に台湾が、いや、尖閣諸島っていうのは、俺は台湾のものだったんだと、突然言い出しました。昭和40年過ぎですよ。ね。そしたらそれから数ヶ月して、いやいや、台湾っていうのは昔から中国のものだったんだ。これが中国の根拠ですからね。歴史的根拠ないんだよ。しかも中国は台湾を支配してたと言うけれども、昔の秦が作った、これは今日は持ってきてませんが、秦が作った、この国が作った中国の支配下という歴史があるんです。歴史があるんですけど、その中の台湾は北半分なんです。台湾はほらいろんな何とか族がいて、中国人も支配できなかったんですよ。台湾も全部治めたことがないんですよ。そういう状態で、ね、台湾ですら尖閣諸島を治めたことがないのに、そこも含めて中国は俺たちのもんだって言ってるのは、それは石油が出るかもしれない。でも国際社会っていうのは、でたらめたことなんだろうと言ったもん勝ち。その違うっていうことを証拠を示し、争って決着しない限りいつまでだって言える。
教会の私がね、だからこの島一番いけないのは無人島だからと思ってるんですよ。で、地元の人たちは、いや、漁行くにも、ね、ここまで石垣島から6時間くらいかかっちゃうんですよ。それで行ったら船が、海が荒れちゃってて、ダメだ、今日は漁ができないって帰ってくる。は、1日かかっちゃうじゃないの。半日ね。ですから、ここに避難のための港を作ってくれれば、海が荒れた時はそこに避難して、海がないなら、またやるんだ、漁業やれてんだと。港を作ってくれ。それから、そもそも天気予報がわからないんです。離れちゃってて、海ながら。だから、気象台作ってください。気象観測所作ってください。だから、ラジオが聞こえません。台湾の放送しか聞こえません。ですから、電波の中継所作ってください。そういう気象台や港や電波の中継所を、という、テーブル利用で、この島使えばいいじゃないかと私はずっと提案してるんです。そして今、衆議院の行政監視委員長と私やってまして、さっき言ったように、10年間で2億5000万この島に国費投入してるのに、何にもやってない。年に一遍、海上保安部の人間が電池取り替えに、東大の電池取り替えに行くだけなんですから、ね。それを、島に近づかせない、誰も上陸しないことが中国の好きを、中国に対する好きになっちゃってるんだと。だから、外交問題でも何でもないんだと。国内の問題としてこの島を有効利用しようじゃないかってことを運動しています。でまずそれにはこの島が使えるかどうかを上陸して視察しようっていうのを今私がやってるんです。これは議員としていくんじゃなくて立法府の衆議院の委員会として視察する国政調査権に基づいていくと。これも自民党と民主党と公明党の理事さんたちの中での合意は得ました。でも民主党が党として動いていません。今止まっています。白黒つけろ、答え出せって言うと断るっていうか、断っちゃったら話止まっちゃうから、ね、うんっていうまで中で検討しろっていうのを今やってもらってますけども、ぜひ皆さんね、竹島の問題をきちんと表に出しますよ。それから尖閣諸島も無人島のままでね、入っちゃいけない入っちゃいけないって言ったって、それは島が、海が広いんですから。この島は有効に使っていけばいいし、これは離島振興ですよ。かつて、この尖閣諸島周辺の漁業で15億円の漁業の売り上げがあったんですが、今ゼロです。なぜなら日本の漁船は追っかなくていけない。中国の船が、この周りに密閉してる。で、しかもどん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 近づいてきて、去年はついに領海侵犯をして、あのような、漁業の不法操業までするようになっちゃって、今年に入ったって、今月もまた来ましたよ、漁業監視船が。中国がいよいよ去年の漁船の衝突事故の日本の対応を見て、今こそ尖閣諸島を我が物にするときだという野心を持ったっておかしくない状態になっていて、それに対して日本の総理大臣が一言も言ってないんだ。言いたくても言えないんだと思います。下手な言い方でしたら、それをまた裏返しにされて、日本がガツンとやられちゃうと思います。この、わずか2年で、日本が言いたいことも言えない状態で、相手に好きなようにやられてしまっているという、この状態を作ってしまった、その根本は、領土問題。だから国家の覚悟が問われるというのは、国として国民や領土を守って、国家主権を守って、堂々と他国と交わっていく。その中で、お互いに話し合いをして決着させていこうと。そういう覚悟がない限り、これからの日本は国際社会で生きていけないんではないでしょうか。そのことを日本人の広くが、多くが知る、知っていただく必要があるんではないかという思いで、私はね、お話しさせていただいています。で、最後に、この、一番1ページに戻ります。これでも終わります。この1ページの資料が日本の全てを将来、今現在と将来の全てをこれで語ることができます。今左上、世界の中で日本の経済的な地位が低下しています。どういうことかというと、ちょっと小さくて恐縮してさ、左上にグラフがあって、緑の線が、ずっと右上に上がってます。この緑の線がアメリカの20年間の経済成長の範囲です。なんと、
世界第一の経済大国であるアメリカは、第一でありながら、さらに人口も増やし、経済も増やし、20年間で 250%、2.5 倍に国の経済を成長させています。緑の場合、真ん中の日本は、ほとんど変わりません。1990年の440兆円が、この2010年で475兆円になっただけ。7.4% した伸び、ほとんど横ばい。一方で中国は、ね、18倍です。1800%。一番最初のページですよ。そしてね、ここに書きませんでしたけど、イギリスも 240%。韓国は 550%。20年間で5倍伸ばしてるんです。日本だけが 7% しか伸びてないんです。ですから、経済が伸びてないのに、今度は右上見てください。日本の総人口は2005年ですでにピークになっていて、緩やかですが今減り始めています。ですから、これからですね、2050年、あと40年間で、3000万人ぐらいは少なくなる。人が少なくなるってことは働き手がいなくなるんだ。一人が一生懸命働いて、それが1億人いる、1億2000万人いるって全体の経済総生産なんですから、働き手が少なくなる、人口が少なくなるだけじゃなくて、2050年頃って、私らが年寄りになっていて、ね、お年寄りがたくさん元気でな人たちがたくさん増えて、でも働かない。200万人生まれていた子供たちが100万人を切ろうとして、労働力がいなくなり、サービス受けたい人がたくさんいて、そして日本の経済は全然伸びない。であるならば、公共事業を削り、ODA を削り、防衛費を削り、そういったところを全部削って、人件費も削ったって、だが知れてる。金を、予算を全部切り詰めて、それでも、この医療のお金が足りない。消費税を消したなんて言ってるけれども、消費税っていうのはすでに目的税になっていて、消費税によって医療と介護と福祉をやることになっております。でも、今の時点で10兆円足りなくて、一般会計から足し前して、消費税の税収では足りない分を10兆円足し前してる状態なんです。1% 2.5 兆円ですから、5% で 12.5 兆円、でも地方に出しちゃうのがあるので、5% 消費税を上げたって、10兆円の税収が増えるだけで、それは現状の水準を維持するために足りないお金を反映するだけで、消費税が 5% 増えたからって、何にも世の中のその他の財政に貢献しない。これが日本の現状です。じゃあお先真っ暗じゃないの。確かにそうです。国の中だけで考えない。だけれども、この右下見てください。世界人口の数。世界は今人口爆発を迎えているんです。右上に一番目のですね、ちょっと青っぽい線で、この急に折れ曲がってぐんと上がってるでしょ。この折れ曲がった起点が2010年なんですよ。去年。で、去年からこれから2050年にかけて、世界の人口は爆発するんです。そこで増えるのは、アジアとアフリカなんです。日本は減少する。アメリカもヨーロッパもみんな減少、もしくは横ばい。だけれども、アジアとアフリカだけが増えて、やがてあと20年ぐらいすると、中国はインドに抜かれるんです。世界は人口爆発して、しかも東南アジアは、かつての昭和30年、40年代の日本と同じで、所得が上がり、電気冷蔵庫が欲しいね、電子レンジが欲しいね、テレビが2台目欲しいね、そういう消費ができる人たちが、の層がバーンと増えて、でそこでお金があって、ね、じゃあいいうちに住みたいね、そして病気になったらすぐ医者にかかりたいね、そういうふうにお金を使いたい人がアジアにたくさん増えてる。日本は、国内ではお金を、物を買ってくれる人がいなくなっちゃう。もうね、70になって、これからね、プラダのスーツが欲しいわとかって、あんまりいないと思いますね。毛皮もみんな持っちゃってるかもしれない。でも、買いたい、たくさん物を買いたいっていう人が、アジアにいっぱいいて、だからそこに自由貿易体制を作って、関税を取ってしまえば、国内で売るのと同じだけ、あとは運賃が違うだけ。この状態を作ろうっていうのが、経済連携交渉なんです。その中の一つが TPP でしかなくて、TPP 以外にもたくさんの経済連携の枠組みを日本は
準備してやってるんです。問題は、ね、世界が人口爆発して物を買いたい人がたくさん増えるときに日本の物をそこに売れるかどうかです。それは自由貿易体制を作れるかどうかと、もう一つは日本は本当にそんな力があるのか。左下見てください。もううちは日本は輸出をガンガンやっちゃってるから、もうこれ以上輸出伸ばせないだろう、内需をもっと増やさなきゃいけないんだよって言ってる人、これ見てください。日本の GDP における輸出依存度は 17%、 貿易立国ですが、実は日本は結局国内経済で食べてる。日本の企業、大企業は国内の人に物を売ることしか考えてなかったんです。外国に工場出したって言ったって、タイや中国で作ってるのは、日本人に買わせるためのものを外国で作って輸出してただけだ。現地の人に買ってもらおうとかって、そういう発想がないの。だから日本の NTT ドコモの電話は日本じゃ売れてるけど、あとどこも売れてない。なぜならそこの人に売れるような機能や、ね、あんなちっちゃくちゃアメリカ人じゃ指が太くて使えねえやつ。ね、そしたらこんなに高くなっていいんだよ。私たちはもう一回国を開くっていうのは経済国境を下げて、その中でよその国と堂々と真っ正面からぶつかり合って、しかも仲良くなりたいんだと、あんたたちを尊敬する、日本を尊敬する、この状態を作ることができて世界の中に混じっていけば、私たちには素晴らしい技術と、そしてすごいその働き熱心な、ね、勤勉な人たちがいて、教育制度が高くてですよ、そして集団でもってみんなで力を合わせて頑張ろうっていう日本には強みがあるじゃないですか。今度の東日本の大震災で世界中がびっくりした、そして日本はすごいっていうふうに称賛を与えてくれたのは、苦しい時に助け合いを持って、暴動が起きない、暴動がいない、そのこの日本人がですよ、きちんと環境を作って世界に出てくれば、私たちはね、いくらあってやろうかと。しかし国家の基本がわずかになっている限り相手にされないんだ。だから戻って領土問題は選挙に票に ならないとは思いますけど、ここをみんなで知ってきちんとやらないと、この国は立ち直りのきっかけにならないんじゃないですかっていうことだと私は思うんです。ぜひ長くなりましたが、少し言葉が強くなっているのは気合が入っているということでですね、お許しいただきたいんですが、でも私が言っていることは全て事実。このことを政府が国民に堂々と公表しろという運動をやっているし、私らはもし私たちが政権を取った時には、今私が言ったことは全て国策として自民党は政策としてこれをやろうと、こういう約束と党内のですね、了解を得て、私も今、自由民主党で、領土に関する特命委員会というのを出題したして、石破さんが委員長です。私が委員長代理で、事実上自分が切り盛りさせていただきながらですね、いろんなところでこの話をお伝えしていただくということでございます。ご清聴いただいて、本当にありがたいことでございますが、とにかく日本にはいくらでも可能性があるし、まだまだですね、私たちに力があります。でもそれには乗り越えなければいけない、解決しなければいけない問題があるということをですね、しっかり皆さんに一緒にですね、ご認識いただいて、その上で頑張って、とにかく頑張るしかありませんから、しっかり活用していただきますので、よろしくお願いいたします。本日は大変ありがとうございました。